こんにちは、土方隼人です。今日はビリヤードをプレーされる時やビリヤードの試合映像の解説などでよく使われるビリヤード用語を実践付きで説明していきます。ビリヤード用語を覚えていただければビリヤードのことがより分かるようになり、そしてさらに楽しくビリヤードを見てもらえると思うので、ぜひ覚えてください。この動画はこのビリヤード用語をすぐ調べたいという時のために、概要欄でそのビリヤード用語を探していただいて、その横の半角数字をクリックしていただければすぐそのビリヤード用語の説明を聞くことができますので、このビリヤード用語を調べたいという時がありましたら概要欄からチェックしてみてください。それでは早速説明していきます。まずビリヤードの解説でよく使われるビリヤード台の名称を説明していきます。コーナー、コーナーポケットというのですが、コーナーと略して呼ぶことが多いです。コーナーはこちらのポケットと、このビリヤードの四隅にあるポケットのことをコーナーポケットと言います。この4つになります。次はサイド、サイドポケットというのですが、略してサイドということが多いです。サイドはこのビリヤードテーブルの真ん中にあるこことそこの2つのポケットのことをサイドと呼びます。次は角、角っていうのはこのサイドポケットとコーナーポケットの入り口にあるこの角の部分ですかね。サイドポケットだったらこの2箇所の部分、コーナーポケットはこの入り口のこの2箇所の部分を角と言います。もう全部共通して角っていうので覚えてください。そしてクッションレールの名称です。こちらがタンクッション、この2箇所、こちら側とこちら側の2箇所のレールをこちらとそちらをタンクッションと呼びます。次はチョークッション、チョークッションはこのサイドポケットからコーナーポケットまでのこのクッションレールのことを言います。なのでチョークッションは4箇所あります。ここ、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 このレールのことを全部チョークッションと言います。続いてはビリヤードの試合映像解説でよく使われるビリヤード用語を説明していきます。まずはバンキング、バンキングはオープニングブレイクの選択権を決定するための方法です。2人のプレイヤーがタンクッション際に並び、ボールを2つ並べます。そしてボールをついて反対側のタンクッションに当てて、自分の手前側のタンクッションにボールを近づけます。ボールが近くに近づけられた方が先行権を取れます。ちょっとやってみます。こんな感じで、まあ、同時に実際はつくんですけど、2人のプレイヤーがこのようにつきます。そしてあっちのクッションに当たってこっちのクッションに当たっても大丈夫です。はい、その時にこのクッションから近いプレイヤーが先行権を取れます。今この状態でいうと3番が近いので3番のプレイヤーが先行です。こちらがバンキングになります。次はラック、ラックとはブレイクショットの際に当てるこの的玉の塊のことを言います。9ボールであれば9個の塊、10ボールであれば10個の塊となります。これがラックと言います。この白いボール手玉と言います。この手玉だけがビリヤードの球でつくことを許される唯一のボールです。次はブレイク、ブレイクショットと言います。試合解説のではブレイクと言って略すことが多いです。ブレイクショットとはこの的玉の塊を崩す最初のショットとなります。はい、この的玉の塊を崩すのでブレイクは強く突くことが多いです。次は取り出し、取り出しとはブレイク後に残っている最初に狙う球のことです。今この状態だと1番と2番がポケットインしたので、
この3番が取り出しとなります。ではもう一度ブレイクをします。はい、次はノーイン。ノーインとはブレイクしても一つもボールが入らず相手に順番が渡ってしまいます。では最後にもう一度ブレイクします。はい、続いてはプッシュアウト。プッシュアウトを説明していきます。プッシュアウトとはこの取り出しが悪い時に行えるショットです。今この7番であの1番の取り出しが隠れているのですが、隠れている際や難しい時にプッシュアウトすることによってプッシュアウトする人はこの手玉を自由な場所に動かすことができます。一度やってみます。今隠れているので例えば隠れてない場所まで手玉をつきます。はい、こうすることによって相手に順番が回るのですが、相手はこの状態からパスするかこのままつくこと、この2つのどちらかの選択をすることができます。最初この状態からプッシュアウトするときに簡単にこのようにじゃああっちにやろうと思ってしまうと相手はパスすることなくこのまま取る可能性があります。かといってプッシュアウトをしてもっと難しくしてやろうっていう形で隠してしまうと相手はパスすることなくまた自分がやる羽目になるので、どれぐらいの難しい範囲の場所に残すかがかなり鍵となる難しいショットですね。プッシュアウト戦略的にはかなり使えるので覚えておいてください。次は突き方と種類の説明をしていきます。まずは同点。同点とは手玉を突く時のタップの狙い点です。今この球で狙う時に上下左右狙う場所があるのですが、この突き点のことを同点と言います。次はストップ。ストップショットと言います。ストップショットは手玉をついて的玉を入れた時に手玉をストップさせることをストップショットと言います。こんな感じでピタッと止まることをストップショットと言います。次は押し玉、フォローショットとも言います。押し玉は手玉の上をついて手玉に毎回転をかけて的玉に当たった後手玉が前に進むショットのことを押し玉と言います。手玉の上をついて毎回転をかけると的玉に当たった後に手玉が前に進んで動きます。このショットを押し玉と言います。次は引き玉、ドローショットとも言います。引き玉は手玉の下をついて手玉に下回転をかけて的玉に当たった後もその下回転が残っている状態のことを引き玉と言います。はい、このように的玉に当たった後にバックスピン、下回転がかかって自分の方に戻ってきます。このショットを引き玉と言います。次はコンビ、コンビネーションショットとも言います。コンビは手玉を第一的玉に当ててその玉が第二的玉に当たって第二的玉を落とす、このことをコンビと言います。はい、このように第1的玉が第2的玉に当たって第2的玉が落ちる、これをコンビと言います。次はキャノン、キャノンショットとも言います。手玉を連続して2つ以上のボールに当てて2つ目以降のボールを落とすことをキャノンショットと言います。はい、このように一つ目に当たってその手玉が的玉に当たってその的玉が落ちる、このことをキャノンと言います。次はキス、キスショットとも言います。
第一的球を別の的球に当てて進路を変え第一的球をポケットする、このことをキスショットと言います。はい、このように第一的球が別の球に当たって進路を変えて第一的球をポケットに落とす、このことをキスショットと言います。続いてはジャンプ、ジャンプショットと言います。手玉を上からついてその反動で手玉がジャンプして的玉を落とすことをジャンプショットと言います。はい、このように上からついてジャンプさせて落とすことをジャンプショットと言います。ここで注意していただきたいのが、よく初心者の方でやりがちなんですが、手玉の下をついてこの状態でこのようにジャンプさせるっていうことを最初の方はよくやられたりするんですが、これは実際はファールショットとなるのでお気をつけください。次はひねり、ひねりとは手玉の左右をついて左右の回転をかけることをひねりと言います。このようにひねりを使うと手玉がこのようにくるくる回っていることが多いです。実際ではクッションに当てた後の進路を変えたいときにひねりを使うことの方が多いです。次は準ひねり、準ひねりとは的玉を落とす場所と同じサイドの導点をついたときに準ひねりとなります。この状態だとボールを一番に対して少し右側に当てるので手玉の右を突くことを準ひねりと言います。はい、準ひねりを使うと右回転がかかります。そうすると今みたいにクッションに当たった後にボールの動きが変わったりします。次は逆ひねり、逆ひねりとは的玉を当てる場所とは逆サイドのひねりを使うことを逆ひねりと言います。この場合だと2番をポケットインするのに手玉は右に当てます。ですがボールを左を突くこと、手玉の左を突くことを逆ひねりと言います。そうするとこのような動きになります。クッションに入った後にボールが左側に動きます。右側に当てる場合は左を突くことが逆ひねり、左側に当てる場合は右を突くことが逆ひねりとなります。次はみこし、みこしとは手玉をひねった時に出る進路のズレになります。ちょっと難しいのですが、手玉を例えば右にひねったり左にひねったりすると、右にひねるとその反動で手玉が左に少し行きやすくなります。逆に左にひねると手玉は少し右に行きやすくなります。みこしというのはそこのずれる量のことを言います。でずれる量に関して言うと球によってずれる量が変わってくるのですが、このひねった時にずれることをみこしと言います。次はつきづらい、つきづらいとは本来普通にブリッジを構えることができるのですが的玉が邪魔してこのようにちょっとブリッジの作り方を変えたりしてつかなきゃいけないのですが、普通のブリッジが使えずにつきづらくなることをつきづらいと言います。次は土手突き、土手突きとは手玉がクッション際にあるショットの際のことを土手突きと言います。このような感じで手玉が近いと土手突きと言います。土手突きは普段のショットより難しくなるのでかなり注意が必要です。次はミスキュー、ミスキューとは手玉の真ん中以外をついたときに起こりやすいミスショットの一つで、端を狙いすぎて手玉の表面がタップと滑りが起こることにより狙っている進路方向に行かずにこのようにカシュッということが多いのですが、進路が極端にずれてしまう、そしてミスになってしまいます。このことをミスキューと言います。ミスキューはチョークをあまり塗ってないと起こりやすいです。なのでこのチョークをしっかり塗ってミスキューを防ぎましょう。
次はスキッド。スキッドとは手玉と的玉が当たる際に手玉の汚れてる場所やホコリがついたりこのチョークの跡が残ったりする場所と的玉の汚れやチョークの残りなどが当たることによって的玉の進路と手玉の動き方が変わってしまいます。まあ、そうなることによってボールがミスになりやすいのですが、このように的玉の汚れや傷同士がぶつかって進路が変わってしまうことをスキッドと言います。続いては的玉をシュートさせることについてのビリヤード用語の説明をしていきます。次は厚み。厚みとは手玉の方向から見た的玉をポケットする際の手玉と的玉の重なり具合のことを厚みと言います。厚みは手玉と的玉の位置関係によって何分の1、これだと何分の1というふうに説明していくことが多いのですが、その当てる場所のことですね、そのことを厚みと言います。で、難易度の表現として薄い、厚いと使い分けて言うことが多いです。で、薄いっていうのは的玉、手玉と的玉の重なり具合が、まあ、簡単に2分の1を境目にこの1番からすると半分右に当てることを、まあ、2分の1という例えで言うのですが、それよりさらに3分の1や4分の1端に当てることを薄いっていう表現で言ってきます。で、2分の1ぐらいを境目に逆にもう少しボールのまっすぐに当てていくっていうところをだん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 ボールのまっすぐ寄りに当てていくことを厚いと言います。これは結構ビリヤード用語でもよく使います。今のはもしミスしてしまった時に、あ、今薄くなって外してしまったなとか、逆に厚く外してしまった時とかも厚く外してしまったとかっていう風に薄い厚いは覚えてもらえると良いと思います。次は引っ掛け。引っ掛けとは的玉がクッション際に近い際に手玉を一度クッションに入れてから的玉をポケットインすることを引っ掛けと言います。一見分かりづらいんですが実践してみます。今一度クッションに入った後に的玉に当たって的玉がポケットインしています。このことを引っ掛けと言います。次はカット。カットとは的玉を2分の1以上に薄く狙う場合のショットのことをカットと言います。まあ、だいたいボールがレール際にいることをカットということの方が多いんですが、まあ、それでなくても普通の配置で2分の1より薄く当てるショットをカットと言います。例えでやると、まあ、このような感じで残った際に今2分の1以上に、これだと5分の1やもう少し薄いぐらいに手玉を的玉に当てます。そのようなショットのことをカットと言います。こんな感じですね。かなり薄く当ててボールを転がす、これをカットと言います。次はフロック。フロックとは的玉を狙っているポケット以外に運よく入るショットのことを言います。的玉を今サイドポケットに狙うんですが、ミスをしたとしてこのように、あ、入んなくて、あ、うわ今こっちに入った的な運のいいショットのことをフロックと言います。今めちゃめちゃラッキーな感じです。的玉ミスったけど手玉と跳ね返ってうまく4番の軌道がずれて狙ってないポケットに入るっていう運のいい、かなりラッキーなショットです。続いては手玉の動きについて説明していきます。次はポジション。ポジションとはブレイク後やボールをショットした後などにボールがすべて停止している状態、手玉と的玉が停止している状態のことをポジションと言います。そしてネクスト。ネクストとは今狙っている球の次のボールのことをネクストと言います。この状態だと1番を狙うのですが、その次のボールは2番なので、この2番のことをネクストと言います。次は出し。出しとは狙っている的玉から次の的玉に対して狙いやすくなるようにいい場所にポジションすることを出しと言います。
試合などで出しが難しいや出しがこれは簡単などを結構表現することが多いです。では出しを一つやっていきます。今この状態だと1番をポケットインしたときに次2番もあっちの同じポケットにポケットしたいっていうときにこの辺にあると手玉が2番を落としやすいと思います。ここにポジションすることを出しと言います。はい、このような感じで今手玉がここにあると2番が落としやすいです。今はこれ出し成功って感じですね。で例えば同じような配置で出しをここに狙ってるのですが力加減のミスなどで今6番に隠れてしまってミスってしまったなどということは出しミスって言ったりします。次は振り。振りとは手玉と的玉とポケットを結んだ線の角度のことを振りと言います。今ちょっと画面だと若干分かりづらいかもしれないのですが手玉と2番とポケットはまっすぐの関係になります。このような角度のない状態のことは振りがないと言います。逆にこのように手玉2番ポケットを結んだ際に角度が少し多いです。その場合は振りがあるなどと言います。ボールの動きでいうと振りが多い方が手玉が動きやすいです。振りがまっすぐに近くて振りがないほど手玉が動きづらいです。そのような時に、まあ、次のボールに対していや振りがないから難しいなど振りが大きすぎて難しいっていう風に解説で結構使ったりするので注意して聞いてみてください。次はトラブル。トラブルとは的玉を全部落としていくシナリオを考えた時に難しい箇所、この場合で言うと3番と4番がくっついていて3番を落とす進路がないなどこの球がちょっと難しいなっていうショットはトラブルと言います。そのようなショットは、まあ、上級者の方だとボールを落としていく段階でそのどこかでトラブルを壊しに行くっていう風に言ったりもします。この状態だと2番を落として3番をポケットインするために手玉をあそこに当ててトラブルを崩そうなど言ったりします。はい、このように今当てることによって3番がこちらのポケットに狙いやすくなりました。これはトラブル崩し成功です。トラブルはかなり崩したりするの難しいのでボールをうまく取り切っていく中ではトラブルをどう対処していくかがかなり重要になってきます。次は弾く。弾くとは的玉をポケットインする際に突き方なのですがフォロースルーをあまり出さずにスピードを少し強くついて突くショットのことを弾くと言います。このように強く若干ついて球を前に出さない、そうすると、まあ、ボールが弾んでポジションするような形になると思うんですがそのようなことを弾くと言います。弾かせるショットはボールの振りがなくなった時に横に動かしたいなど力技を使いたいときに弾くっていうことをしてボールを動かすっていうことをよくやったりします。次はバタバタ。バタバタとは的玉を入れた後手玉の動き方がチョークッションに当たってチョークッション、それかもしくはこっちの角度になったらタンクッションに当たってタンクッションなど同じクッションの反対側のクッションにバタバタみたいな形で動き方ですかね、まあ、この動き方がバタバタしてるっていう感じに見えると思うので多分バタバタっていうと思うのですがこのショットのことをバタバタと言います。ちょっとやってきます。はい、これもタンクッションからタンクッションに入っているのでバタバタ。今度はチョークッションはこのようにチョークッションからチョークッションで強く突くとさらに同じチョークッションに入ったりもします。このショットのことをバタバタと言います。次は切り返し。切り返しとは的玉をポケットインして手玉を第一クッションに当てた後逆ひねり方向の隣のクッションを使ってポジションすることを逆ひねりと言います。この場合だと逆ひねりが左回転になるので
左をついて突くと第1クッション目、第2クッション目となります。この隣のクッション、逆ネリ方向の隣のクッションに使ってポジションすることを切り返しと言います。このような感じですね。次は入れ位置。入れ位置とは次の出しのことを考えずにシュートだけに専念したショットです。例えばこれぐらい遠い配置があったとして、手玉から7番ついて9番にポジションするのが難しいっていう時に、とりあえず7番だけは入れようと一番入れやすい加減で突くこと。次の球も難しくなるけど、とりあえずこの球だけは絶対落とそうっていう風なショットのことを入れ位置と言います。次は我慢。我慢とはネクストのことをあまり考えずに最低限にポジションを気にするショットのことを我慢と言います。今この状態だと手玉が土手際、7番に対して角度があって9番を落とすためにはこの辺にあるとポケットしやすいのですが、この状態からここまで持ってくるにはちょっと強くつかなきゃいけなくて土手際だから難しいなど、いろんなパターンがあるのですが、そのような時にここまでは難しいけど、じゃあこの辺までは手玉を動かそうなど最低限のポジションを意識してつく、このことを我慢と言います。このように最低限少しこっち側に持ってきてついて次の9番を頑張るっていうショットですね。このショットを我慢と言います。次は穴振り。穴振りとはポケットの大きさを利用してポジションすることを穴振りと言います。ポケットのサイズはだいたいボール2個前後になると思うので、今この手玉と1番がまっすぐに置いてあるのですが、1番を左寄りに入れる、右寄りに入れるなどでまっすぐのボールでも手玉の動きを少し変えることができます。そのように穴の大きさを利用してまっすぐや角度が少ないショットでも手玉を動かしてあげようっていう風にポジションを考えることを穴振りと言います。次はセーフティー。セーフティーとは自分が入れるのが難しい、もしくは次のボールにポジションするのが難しいっていう時に使う守備のショットです。どういうことをするかというと、相手に対して難しいショットを残す。例えばこの2番入れが難しいからセーフティーをしようっていう時に、このように2番の入れの進路をなくすためにボールを隠す、もしくは2番の進路の入れはあるけど遠く残す、いや突きづらく残してあげる。このようにセーフティーは当てることさえ難しくする、もしくは遠くする、もしくは突きづらくさせるというふうに相手に対して難しいショットを残すことをセーフティーと言います。次はアンドセーフティー。アンドセーフティーとはシュートを狙いに行くけど、もしミスしてもセーフティーの配置になるように意識して突くショットのことです。例えばこの2番バンクショットでこっちに落とすことを狙ってるんですが、2番を少しこの辺に外してミスしても2番がこの辺にある形で手玉があっちにあれば相手に対して難しく残るっていうことが想像できます。そのようにミスしても、ミスしてもよしこれならセーフティーになるというように相手に難しく残す、で入れが入ったとしてもそのショットは成功しているっていうようなショットのことをアンドセーフティーと言います。続いてはクッションを利用したショットを説明していきます。まずはサイドバンク。サイドバンクとは的球を一度以上クッションに当ててからサイドポケットにポケットするショットのことをサイドバンクと言います。このように一度クッションに当ててサイドポケットに落とします。次はコーナーバンク。コーナーバンクとは的球を一度以上のクッションに当ててコーナーポケットのどこかにポケットすることをコーナーバンクと言います。このように一度以上使ってコーナーポケットに落とすショットです。次は腹切りバンク。
腹切りバンクはバンクショットの一種なんですが、的玉をポケットする進路を手玉が横切っていくショットを腹切りバンクと言います。これはサイドポケット、コーナーポケット、どちらにポケットにバンクショットをする際、手玉が横切ればこれはすべて腹切りバンクと言います。このように今進路を手玉が横切ってポケットにしました。このショットを腹切りバンクと言います。次はカラクッション、キックショットとも言います。カラクッションとは的玉を直接落とすことが難しいときに、手玉を一度以上のクッションを使って的玉に当てる、もしくは的玉を落とすことをカラクッションと言います。このようにクッションを使って的玉に当てることです。次は長い、長いとはクッションを利用したショットの時に使うことが多いです。例えばこのショットをカラクッションで7番に当ててあげる。ですがその際にこの奥側に外れてしまう、これを長いと言います。もしくは今この7番をサイドバンクでここに落とす際にボールがこの奥側に外れてしまう、このようなことを長いと言います。続いては短い、短いとはクッションを使って狙っている場所より短く外れてしまうことを短いと言います。今7番を落とそうとからクッションを狙ってこのように手前側にずれてしまうことを短いと言います。例えばこの7番をコーナーバンクで落とす際にこの手前側に外れてしまう、このことを短いと言います。続いてはファールについて説明していきます。まずファール、ファールとはビリヤードをプレーする中で合法ではないショットまたは行為のことをファールと言います。まずはノークッションファール、ノークッションファールとは手玉と的玉が当たった後にどのボールも一度もクッションにつかないことをノークッションファールと言います。このようにできるだけ力を弱くして7番を落としたいなどという時に、例えばこう弱くついてしまう、そうすると今当たった後にどのボールもどこのクッションにも入っていません。このショットはファールになってしまいます。あと分かりづらいところで言うと、今度はボールが隠れていてカラクッションから7番を当てます。カラクッションから7番に当てたんですが、今一度クッションに当てているように見えるのですが、クッションに先に当ててから的玉に当たって、その後はどこのボールもどのクッションにも入っていないので、これもファールショットとなります。ノークッションファールは手玉と的玉が当たった後に他のボールがどこのクッションにも入らない、このことをノークッションファールと言います。次はスクラッチ、スクラッチとは的玉がポケットインされてもポケットインされなくても手玉がポケットに落ちてしまう、このことをスクラッチファールと言います。的玉がポケットインされてもポケットインされてなくてもこのショットはファール扱いとなります。次は玉触り、玉触りファールとは手玉や的玉などに触ってしまうことを玉触りファールと言います。例えば厚みを確認してこのようにショットする際に、あ、手玉に触ってしまったっていうのもファールになります。それかもしくはちょっと体勢が悪いときや、このように手を打つときに手前の的玉に触ってしまうなど、このように服が触ってしまうなども玉触りファール扱いとなります。ですが玉触りファールは服が触ったりとか認められる部分もあると思うので、大会やルールによって変わってきます。次はフリーボール、フリーボールとは相手のファールによって順番が回ってきたときに手玉をどこの場所にでも置くことができます。次のボールに対して自由な場所に置くことができる、このことをフリーボールと言います。続いては
特典の種類について説明していきます。まずはマス割り。マス割りとは9ボール、10ボール、8ボールなど種目は関係なく、ブレイクをしてから相手に一度も順番を回すことなく最後のボールまで落として得点を取ることをマス割りと言います。マス割りはもうどのプレイヤーも一度は憧れる点数の取り方です。次は裏マス。裏マスとはブレイクノーインで回ってきた際に一度もミスることなく最後のボールまで落として得点を取ることです。実際はマス割りよりは裏マスの方がボールの数が多くて難しくなる可能性が高いです。次はエース。エースとは最初のブレイクショットで得点となるボールを落とした際のことをエースと言います。9ボールならブレイクショットで9ボールが落ちる、10ボールなら10番がブレイクショットで落ちる、このことをエースと言います。ですが今はエースを採用している試合はなかなか多くはないので、ブレイクで得点ボールが入ってしまってもそのまま得点にならないということも多いです。次はヒルヒル。ヒルヒルとはビリヤードの試合をしている中でお互いにあと1点取れば勝ちという状態のことをヒルヒルと言います。例えばビリヤードの試合で9セットマッチ先取りだったら8対8、あと1点取ればどちらが勝ちという状態のことをヒルヒルと言います。はい、以上でビリヤード用語の説明は終了となります。まだビリヤード用語はたくさんあるのですが、この今説明したビリヤード用語を覚えていただければ、ビリヤードの試合を見てプロの解説を聞いてその解説の言ってる内容がかなりわかりやすくなると思います。なのでプロの試合映像などをたくさん見てビリヤードをぜひ楽しんでください。ビリヤード用語で見たけど忘れてしまったことなどありましたら、また繰り返し見ていただいて自分がビリヤードをプレイする際でもぜひ使ってみてください。チャンネル登録やいつも高評価をしてくださっている皆様、本当にありがとうございます。これからもいい動画を作っていきますので、これはいいななど思いましたら高評価と、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録をして僕のビリヤードの情報を見逃さないように覚えてくださると嬉しいです。長くなってしまいましたが、このビリヤード用語を覚えてビリヤードを楽しく学んでください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。